がとうございました。こんばんは、ラビラビと言います。フィギュアガッティ10周年おめでとうございます。ですね、若干前ちょっとだけスペースがあるんです。そう、ね、うん、8年ぶりくらいにガティにやってきまして、ガティの、ね、このステージで、ライブをさせていただけることになったんですけど、さっきね、絵本であのお月様の話が出てきましたけど、今日は新月なんですよね。だからお月様は空には出ないんですけど、ラビラビのライブ中、多分後半8時42分に新月の時間を迎えますので、新月になったらあの願い事が叶いやすいそうなんで、なんか、はい、願いたいことあるでしょ。あるでしょ。願っちゃい願っちゃい。あれ叶いやすいそうですよ。はい、なんかあと書くといいそうですよ、願い事を。あのなんかね、そう、はい、そんなわけで今日新月の日に、10周年ということで、いろんなものが、なんていうのかな、例えば過去と、未来だったり、いろんなものがこうクロスフェードする、瞬間なのかなと思いますけれども、ラビラビにとってもね、本当今日99本目、明日から見てたですからね、明日100本目ですから、今日99、だんだん100本に、ね、100本になると、100本からちょっとやっぱ日本人なのかな、108本目までのこの8本にちょっとなんか起こるんですよね。なんかちょっと考えられないようなことがやっぱあるんですよね。で、100本やらないと起こらない出来事とか、108本目までにマジでみたいなことが起こったりとかね、するんで、ここからあの楽しみでございますけれども、これまでの道を歩みつつも、でもその瞬間瞬間が新しい道になっていくということで、この瞬間を皆さんと一緒に歩いていきたいと思います。じゃあ次の曲は、最近この新派のね、今年の新派のムービーで知った方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、能舞台で、今年初めてやらせてもらいました。内田直之さんの音響でね、なんか素敵な音と素敵な映像でね、撮ってくださって、なんと今日も撮ってくださってるわけで、これがまたそう、これがなんかアップされるそうですよ。あの新派チャンネルで、新派チャンネルって言っていいのかな、はいはい、新派チャンネルで上がるそうなんで、楽しみにしててください。女子可愛くしておいてね、はい、そうよ、楽しそうにしといて、はい。その曲をやりたいと思います。その方の歌詞にも、道にまつろい、ただ歩む時っていう歌詞が出てくるんです。まつろう、東北でないと通用しない単語なんですけど、まつろう、複数、その道に従う、もう有無を言わさず、自分がその道をただただ歩く。そうすると神は満たされ、自分が満たされるんじゃないんです。その道を歩いてて自分が満たされていくんじゃなくて、それを見守ってくれてる何かの存在が満たされて、種を明かしてくれる。